ですね、はい、じゃあ企画とは別にちょっと小判宮茶のチャンネルからお知らせということで、はいはいはい、ついにですよ。おついにいよ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 こう YouTube の条件のところが詰めましてね、小判宮茶のチャンネルもついに収益化が行きましたよ。本当皆さんありがとうございます。ありがとうございます。僕のね、いろんな方に見ていただいたりコメントいただいたりということで、はい、もうようやく伸びてきたというかね、まあ、ここからがスタートラインだったら、またあなたね、やっとね、はい、で、まあ、ここからちょっと皆さんにお願いというかあれなんですけど、うん、やっぱりこう特にメキアスチェロ、メキアスとはいえまあ、いろいろすでに結構かかってるんですよそうなんですよね、そう出資してるからね、そうなんですよね、うん、まあ、すでにまあいろんな費用面かかってるんですが、これからもまあ企画費として、まあ、いろんなカスタムとか、うん、そういうところがまあこう広告収入から出せていけたらいいなということで、そうですね、多分今後の動画これから広告がついていくことがあるかと思うんですが、すいません、はい、ちょっとまあもしかしたら見づらく感じるところもあるかもしれないんですが、うん、まあ、より面白い動画を今後作っていけるように、そうですね、頑張っていきたいので、はい、今後とも応援のほどよろしくお願いします。はい、それでね、あとまあもう一個ちょっと個人的なことになるんですが、はい、ここからちょっと今ね、アレンジの依頼の方が殺到しておりまして、はい、今大変ありがたいことなんですが、うんうん、だもしかしたらこう新曲のアレンジを演奏動画の方に、うん、書くペースがちょっと落ちるかもしれない。いいんじゃないですか。まあ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 、その分まだ企画のね、撮ってるものがいっぱいあるので、うん、全然いいです。ごめんなさい。まあそっちの方のね、コンサートの情報とかもいろいろ出させていただくので、でね、まあ、今後とも小判宮茶のチャンネル、そして、まあ、小判宮が活躍するコンサート等々楽しんでいただけたらと思います。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。